もうお尻に優しいよ。そうですね。お尻が痛くなくなったり腰痛も。はいはいはい。ということでございまして、こちらはどこですか？ライトロンサスペンションブースになります。ありがとうございます、はい、ね、なんといってもターコイズブルーの憎いやつ。憎いやつですね、はい、はい、ということでございます。もう今も宮城さんの動画流れてますけど、はい、乗り心地そんなに変わりますか？もう変わりますね。全然違いますね。そう、あの、何でしょうか、例えばサスペンション、分かりやすく言うと、ええ、どういうことに効いてくるんですか？まあ、簡単に言えば乗り心地。ほ、はい、もう快適性、うん、オートバイがより楽しくなる、操作したくなる。なるほど。その秘密とは何ですか？さあ出ていきましょう。ねね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 ね、でさて、これがまあナイトロンのサスペンション、まあこのターコイズブルー。そうですね、はいはいはい、はい、こちらナイトロンイギリスのメーカーですけれども、はいよ、まあ、日本で実際に、まあ、アッセンブル、はい、組み立てからオーバーホール、仕様変更、並びに個々のお客様に合わせた仕様、はい、例えば女性であったり男性であったりおじさんであったり、いえおじさんのセッティングって何？はい、まあ、そういう、まあ、同じサスペンションとかではいけないような、さっき言った体重が違かったりとか。そうですね、はいはい、それが、まあ、ナイトロンでは最初の段階、オーダーしていただいた段階で分かっていれば、より女性に合わせた、男性、おじさんに合わせた、いや、おじさんに合わせた、スプリングであったり仕様をご用意することができます。なるほど。でもね、ついてるじゃないですか、はい、メーカーさんのやつが、じゃあそれとはどうちゃうんですか？クオリティも違います。中の精度も違います、はいはい、サスペンションの動きがもうやはり良くなってますので、ほうほうほう、先ほど言ったように快適性であったりとか走破性、またスポーティー性とかも、変えることができますね。なるほど。なんかね、話に聞いたところによると、はい、加速やブレーキングも変わるとか。そうですね、はい、よくブレーキングかけた時に前のめりになった時とかも、ちゃんとサスペンションがリアが跳ねなかったりとか、はいはいはい、ちゃんと路面にタイヤが食いついてる、設置してる段階とか、そういうのもできるようになってきますんで。なるほど。あと、その一人ずつのところに合わせてやってくれって言ったじゃないですか、小柄な人とかは、こういうスプリング切ったりとかするんですか？うんと、スプリングというか、まあまあ、長さを短くしてローダウンじゃないですか、足つき性を、はいはいはい、よくしようというのもできますね。だってそんな都合よくならないでしょ。だってバネこんな長いじゃないですか。まあ車種によってですけれども、ね、やはりそういう要望に応えられるのがナイトロの特徴の一つでもありますんで。そういう、もう一回言ってください、はい、そういうのが、要望に応えられるのがナイトロの特徴の一つです。そうだ、特徴の一つですからね、はい、まだまだありますから、はい、ね、でもすごいですよ。もうだってもう何ですか、レーサーの人たちもたくさん使ってらっしゃいますもんね。そうですね、はい、もちろんサーキットとかクローズドコースでも、ね、使ってもらったりとか、はい、でも、レースをやる人だけのパーツじゃないってことだけは。そうですね、はい、やはり皆さん今ね、ツーリングであったりとかね、スポーツ走行とかを楽しむお客さんが多いですね。そういうのをより安全に快適にするために、サスペンションを交換される方多いですね。なるほどです。みんなね、最近1000キロとか普通に走るでしょ。もうお尻に優しいよ。そうですね、お尻が痛くなくなったり腰痛持ちの人、はいはいはい、腰痛持ちの人はこれが、私だ、これに変えるだけでも全然変わってきますので、ね、そうでございますね。あの、転ばる先のというか、故障の前のナイトロン、うん、はい、そういう感じになりますけど、はい、でも、あの、そうやって、いや、サスペンションやっぱり変えたいな、って思ったら、はい、どこから入り口にしたらいいですか？まあ、まずは最初、まあ、不満を持ったらやはりリアショックから、はい、リアショックから変えてもらって、リアショックもちろん当たり前ですけど、自分のお尻の下にあって、はい、操作性にあったりとか、実際のギャップを拾った時、段差を拾うとリアになりますので、はい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 、それを変えてもらうだけでも一番体感がしやすいかなと思いますね。なるほど。で、そうやってサスペンション変えてみたいなと思ったら、検索ワードは何ですか？ナイトロンで、はい、そういうことです。もうカタカナでも英語でも何でもナイトロンで一番最初にヒットしますんで、はい、対応しますんで、はい、ぜひとも皆さんご相談ください、はい、よろしく。メカドック、ありがとうございました。